2016年11月の窓開け開運法。はい、もうね、月上旬になるとこれがあると。はい。まあ、決まった日時に、うん、窓、はい、もしくは玄関、はい、ね、日頃こう夜になったら閉めるようなとかいつも閉まってるようなところを開けると、うん、あえて時間を決めて開けることで開運しましょうと、はい、そういう窓開け開運でございます。はい、月始めって先生ねおっしゃいましたけども、11月3日ですよ今日。おー、文化の日ですね。文化の日、はいはい、もう11月もだから今年もね残りあと2ヶ月。まあそうですね、2ヶ月切ったんだよね、もうね。切ったってことですね。そうですよね。はい、そうですよ。わあ、そうだそうだ、早いね。また1年を振り返るのはちょっとまだ早い、ね、もうちょい ね、あれですけど、まあ、この番組もほら、おととし8月から始まって、はい、今年8月だよ、だから丸2年経ちまして、3年目に入って3年目突入してる、そして今3ヶ月ぐらい経ったとこだ。なるほど。というところなわけですよ、はい、もう2年と3ヶ月はやってるぞと。うわー、そう考えるとなんかもうあっという間な感じしますけど。いや本当、毎週毎週だよね。だってこれ抜けないよね。そうか、もう2年以上ないじゃないですか。1週間一遍で毎週毎週でもう2年3ヶ月はやってますと。うわー、そんなやってんすね。相当なもんだから100回150はないか、100でも100はいってんじゃないですか。50何週でしょ、で2年でもう100週行ってて、ではもう半分以上来てるわけだから、そうです、120、30週ぐらいはやってるってことだよね、もうね。はあ、すごいね、考えて。いや、考えたらすごいですね。本当そんな長く感じないですもんね。ねえ、それで最近になってね、そのなんかそのニューキャラクターがこういろいろと増えて増えてきて、こんなの分かんないんだから、どうせほら見えないんだから。これ俺もね、まあ、今週気づいてる方もいるかもしれませんが、だんだん増えてるんですよ、相手が。なんかどん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 あのわけ分かんない状態になっていてね、はい、まあ、ハロウィンも近いことですし、あ、もう近くないんだよ、終わってますよ、ね、何言ってんだ、ね、ハロウィンがね、ハロウィンなんでね。はい、はい、さて、本題の窓開け開運ですけれども、うん、ですね、もうあの日時発表いたします。はい、はい、今月11月はですね、はい、6日、はい、もうすぐですね、日曜日です。日曜日、はい、でしかし問題なのがですね、時間がね、うん、午前4時もうね、明け方前、これちょっとね、この時期寒いじゃない。寒いですね。寒いぞ。だから、冬場の窓開け開運でたまたま時間帯が夜とかになってしまうと、うん、よく皆さんからあの風邪ひいたとかね、開運するどころか風邪ひいたぞみたいな声があるので、そこは常識的にやっぱりちゃんとあったかくしてとか、あとちょっと隙間風入る程度の幅でいいんで。なるほど。全開しろって言ってないんで、そこは常識的に、節度を持ってやっていただきたいと。そうですね、まあ、その開けてる時間は1時間なり2時間なりの間だけ。そうですね、午前4時を含んで、まあ、一番いいのは前後1時間ずつの2時間なんですが、うん、明け方2時間開けとくのはなかなか辛いものがあると思う。まあ、でも本当暑いしてなり、そうですね、まあ、していただければね、いただければということでございますので、はい、その辺はちゃんとあったかくして、そうですね、風邪ひかないように、風邪ひかないように、その辺は常識的判断でお願いいたします。はい、ありがとうございました。以上でございます。